ャマが届きました。じゃん、かわいい気がする。1、2、3、4、あ、色こっくりだ。夫とセットの緑のパジャマ。夫が緑好きなので緑にしてみました。半袖か、こんな感じ。かわいいハーフパンツです。タニー、緑だから。ピンクが好きけど。緑だろ。ピンクが好きけど。やめてコップだよこれ。じゃん、コップか。嬉しいね。ありがとう、みんなありがとう。これもかわいい青。さっきと形一緒かな。え、それで、これはこれ、これも半袖。半袖ばっかりやわ、買った。もういいか。お花柄、これと、これはワンピース型な気がする。ワンピースだ。なぜか長袖、家で着ようと思います。で、洗剤を買いました。匂いも弱くて成分的にも優しいやつを選んでみました。こんな感じの粉タイプの洗剤です。匂いどうだろう。あ、ほぼ香りないかも。こちらを使いたいと思います。私、チャンネル登録者数10万人を突破しましてですね、とても嬉しいんですけど、あ、嬉しくなさそうだね記念ケーキみたいな作ろうと思って、ケーキのデザインを考えたいと思います。例えばですけど、なんか写真も入れれるし、あのデザインもなんか自分で描いたりとかしたら多分作ってもらえるんですよね。なんとなく決めて注文したいなと思います。写真これ入れようみたいな。じゃあ、しま、さて、どんなケーキが出来上がったかお楽しみに。どこにもどこの話じゃん。楽しいの？あ、맵지？열라면인가？응、약간짬뽕식으로했어。注文してたケーキを取りに行ってきてもらいました。見て、私の顔が印刷されてる。うわー、猫、こやぎ、あのげ、パパ、パブ。ケーキはこんな感じです。かわいすぎる。10万人のペッケーの文字を入れました。周りはね、リボンついてて、かわいい。じゃーん、こんな感じです。すごいね。写真食べれんのかな。うん、もも、ごさじゃん、もも、けちん。え、그럴리가。먹을수있을걸。에이、사진인데。그러면그냥사진올린거랑똑같은데왜이렇게화질이깨졌어。먹을수있으니까이렇게지。먹먹어봐。내가지금이사진을먹을거라생각을1도안해봤는데。갈아다가이따이그비가이따이
세톤이랑뮤트한느낌중간정도로해볼게요처음에는피부톤이기가막히셨네여러분살짝만피부톤섞어볼게요조금더상냥한데아근데아까게그쵸괜찮아요좋죠왜냐면지금그블러셔같은거많이줬죠그쵸그쵸그쵸너무예뻐요이두장중에한번볼게요저는두번째두번째저도요아모르겠어 제생각에네골라주세요살짝웃는거하나랑 、네、활짝웃는거하나그것도좋지만、네、이거그리고이거두개중에서는저는2번네2번너무예쁜것같아요어떠세요2번괜찮아요2번좋아요알겠습니다아이것도뭔가어디쓰기편할것같이생겼어요 맞아요어디쓰기딱 、네、좋은것같아요와이런지금여기가제일좋아요어떠세요글쎄요 아니사람마다보는눈이다르긴해요그러니까요가까이서보니까너무 좀부담되나요네 남이봤을때그렇게부담안돼요내가봤을때부담스스로그렇게느끼는거지 근데이거는뭐강연아니고友達に食器セットをもらいましたすごっこれ割れないねくるこれはディフューザーだどんな、ジャスミンの香りとフローラルブーケなんか前使ってたやつよりこっちの方が安かったんで初めて買いましたこれは匂いが気になるところに置きたいなと思って買ってみましたペットが使ってもいいやつで可愛いねはい없어진짜없나봐내가좋아하는게없어이거또다른데양념감반대한국은레이토식품이めっちゃ多いんですよね만두餃子とか900円600円700円とかチーズスティックハットグーとかだいたい1000円以下ぐらい800円900円ぐらいですね日本の音が売ってるピンとかも大量1000円ぐらいでやばいな、ジャンキーすぎやろ冷凍のキンパとかあんだけど美味しいのお米冷凍あ、でもチャーハンとかも冷凍だから美味しいか韓国のお惣菜マンダリンオレンジチキン1팩정상가1990원에서할인행사가격8990원에행사가격에이렇게다양한상품과함께이거참고하시고많은이용부탁드립니다감사합니다こういうチゲの素とかはめっちゃ便利ですヤンニョムソースとかこれも美味しいデンジャンこんな感じで出来上がってるのもいっぱいありますたこ焼きお好み焼き大そう焼きそばと行こう焼肉ソースと行こうつゆ味噌
飯食べに来ました。腹ごしらえしてから行きます。今からドレス1軒目見てきたいと思います。3階。ハウスオブエイミーでドレスを4着着てきました。3着はインターネットに載ってたんですよ、写真が。で、最後の1着だけ結構未公開のドレスで、それ覚えるのに今必死です。他と比較してショップ決めないといけないので、はい、そんな感じですかね。1着目は私が着たかっためちゃくちゃ派手なビーズ、めっちゃにビーズのドレス着せてもらって、で2着目はなんかおすすめのオフショルダーのドレス、私的にはちょっと微妙で、で3着目4着目もおすすめのやつ込みしてもらったんですけど、それが気に入って一応その2着をキープする形かなって今思ってます。まあ次行くねショップが気に入ったらそっち指定するんですけど、今のところ3着目4着目のドレスがすごく気に入りました。なんかビーズなんだけどレースも入ってて、で私の好きなこの首のラインが結構綺麗に見える形で、こうベールラインのわーっと広がったドレスで、派手なね可愛らしい感じのドレスです。やっぱ派手なやつの方が似合うということが分かりました。レースとかシルク系よりはもうビーズなんだけど、なんか細かめのビーズが可愛かったですね。1着目これ着たんですよ。でも首のとこの飾りみたいなのがちょっと私には派手すぎて、形的にはこれがベストでした。そう、形はこれがいいんやけど、なんかちょっと派手すぎかなっていうドレスが。で3番目に着たのがこれなんですけど、これの袖の部分が外せるんですよ。このバッてしたやつが取り外しできて、このドレスの裾の部分がキラキラのところの上にレースがかかってて、組み合わせがめちゃくちゃ実際見たら可愛かったです。でこのね胸の部分もレースが重なってて袖だけ取れるんですよ。可愛かった。これ結構有力候補です。첫번째1 2 3 4나니これ실크실크반짝 3번이 A 라인인데허리가좀두꺼워아벨라인이낫지그럼어디서입장곡이들리는데그러면전화를첫번째가게로갈거면지금해야돼전화어떻게세번째가낫겠지근데드레스만봤을때마지막샵에첫번째드레스가제일예쁜거지나한테어울리는거봤을때드레스포리やっと帰ってきました。はあ疲れた。めちゃくちゃ迷った結果最後に見たドレスのお店に決めました。一番痩せて見えたっていうの骨格に合ってた気がしたので、でやっぱシルクよりビーズの派手なドレスの方が自分に合ったのでそっちにしました。1軒目のショップって2時予約で、朝に化粧してまだメイクが汚くなってない状態でドレス着て鏡見てわー綺麗ってなったんですけど、3軒目はもう化粧もドロドロでもヨレヨレやのに綺麗ってなったんで、3番目が本物なのかもしれない。夫的には3カ所目が気に入ったみたいだったんで、はい、それも結構でかいですね。リアクションっていうか、私ねあれなんですよ、皮膚科
とかに通ってないんですね。まあ、動画になってる分、マジで1年に何回とか、動画になってるのが何本かあると思うんですけど、それ以外皮膚科も行かないし、もう大体家での管理なんですけど、どうしようと思って、その結婚式ってなるとさ、このここら辺のラインだったりとか、普段はその肌管理とか行かないですけど、そういう特別な時ってなると行った方がいいのかなとも思ったりして、人生で一度なのでね、このメディキューブのスキンブースタープロをもらったので使ってるんですけど、最近ブースターモード、レベル1、レベル2、こうダダダダダって振動がね、速くなってるし、段階5とかに上げると結構強くなってたりするんで、パックの上からとかでも使えたりとか、進化してるなって思いました。だからこそほんまに今までの何やったんで最強な美顔器になってるなっていう印象です。気になってる方結構多いんじゃないかなと思うので、またね、ちょっと私が使いこなせるようになったら動画でもうちょい詳しく紹介したいなとも思ってます。歩きすぎて足の裏が痛くてマッサージしてました。これは友達に誕生日プレゼントでもらったやつです。めっちゃよく使ってる。入んの中、はい、あ、ちょばちょばちゃんかんま待って、はい、どうぞ。いいよ、入って。入らんのかい。待てー、うん、するのぐらいしんどい。戻すの。サラサラですけど。かわいいね、クッキーくん。かわいいね。うん。かわいい。おねおちゃんかわいい。かわいい。ロンちゃんも撫でとこか。ロンちゃんかわいい。皆さん、ついにシルバーボタンが届きました。だいたい申請していつぐらいかかったかな、2週間もかかってない気がする。1週間半2週間ぐらいで届きました。めっちゃ汚いねんけど、アメリカから多分はるばるやってきたっぽいです。おお、なんもない、ほら真っ黒。なんかこんなものがあって、で、なんかおめでとうのメッセージカード、あ、なんかもし壊れてたらここに連絡くださいみたいなメッセージカードが入ってたのと、いやー、見て、え、かっこよくない、じゃーん、かっこいい。こんな感じでメッセージカードみたいなのも入ってました。すごい、なんか立てかけるなんかとかあるわけとかじゃないんや。いやー、かっこいい。鏡みたいになってる、ここ。裏こんなんな、ここになんか泣いてて引っ掛けれるみたいな感じなんかな。イエーイ、やったー、あー、いやー、やめてー。